皆さんこんこにちは三村です私が使っている囲碁、えー、ソフトネット囲碁学園の中で、えー、AI を、ね、使えるという機能があるんですけども、えー、前にもねお話をした通りこの新しい AI が搭載されることになりましてその片語というねえー、っと 形成判断を慈愛で、目数で、えー、表示してくれるすごく、えー、嬉しいソフトなんですけども、これがですね、バージョンアップがすで、えー、に発表されていました。すいません。えっ、ー、と、私がですね、前回このことをお知らせしたのが2月4日だったんですが、その後、えー、2月8日に、えー、バージョンアップが出てたんですね。私ちょっと、あの、お知らせすると言っておきながら、えー、遅くなってしまってすいません。そして、あともう一つです,ですね、この、えー、片について、 で、重大なことを、えー、話し忘れていたようです、えー。急いでね、この動画でお知らせします。このネット囲碁学園という無料ソフトのインストール、ダウンロード先のリンクはあの概要欄に貼っておきます。それから、えー、とこの片語が何なのっていうことを詳しく、えー、説明して、 動画も概要欄にリンクを貼っておきますえっと、まずはですね、えー、この私がお伝え忘れていたことですね、を先に言いますと、えっと、グラフィックボードがあるパソコンのみということのようです。このカタゴが動くのは GPU 搭載のパソコンのみということになっています。これはですね、このカタゴ自体の仕様ですね、あの、もともとこの えっと、ネット語学園でリーラーゼロを使う分には別に GPU は必要ないんですけども、この型語に関しては今回、今のところですね。 グラフィックボードが載っているパソコンでないと動かないようですね。それでですね、私が今、あの、前回の動画で,でもそうだったんですけども、この Surface というね、タブレット PC なので、そんなにまあ,あの、グラフィックボードがね、私はないと思ってずっと使ってたんですけども、実はこれ一応あったんですね。内蔵のグラフィックボードがついているということをちょっと私はうっかりしていたので、で、私はこれで動くから、 え、どんなパソコンでも動くという感じで説明をしてしまったんですけども、これ必要なようですね。すいません。えっ、ー、と、うちの他のノートパソコンで調べてみたら起動できなかったんですね。ということで、とりあえず、このカタゴという AI の使用で GPU 搭載のパソコンのみということになっています。ただですね、理事での情報なんですけども、あの、グラフィックボードはないパソコンでも動いたよという情報をもちらほら聞こえています。 ということで、もしかしたらお使いのね、えー、パソコンによっては動く可能性もあるので、一応それは試してみていただきたいと思います。その試す方法はですね、まずバージョンアップから説明をします。で、このソフトっていうのは、このような画面でね、最初にこの小さい小窓が開きます。で、ここで、えー、今まで使っていた方は、えー、この左下のこのエリアにですね、バージョンアップ、自動バージョンアップ、 ののようななここ、えー、通知が出まますすああるるいは立ち上げたら即自動バージョンアップになることもありますそして、<laughs> すいません、えー。これが両方とも表示されないことも稀にあるようで、私、このソフトは6台ぐらいパソコンインストールしてるんですけど、そのうちの2台ぐらいはこの自動アップデートがうまくいかないことがありました。ということで、もし、えー、バージョンがですね、8.5のままの方で、えー、起動して何も起きない方は、えー これは申し訳ない。一度、えー、インストールし直しをぜひしていただきたいと思います。それで、えー、カタゴがつか、えー、使えるかを試すことになりますが、えー、それですね。このウィンドウちょっと邪魔なときは、このマイナスボタンを押すと閉じるんですね。それで、えー、っと、それでバージョンアップをした後にですね、このような画面が、今はこれカタゴが起動してる画面なんですけども、私のあのサーフェスです,ですね。 今まで普通に使ってきた方は、ここのところがリーラーゼロになっているかと思います。エンジンを一度停止をしまして、それから、このリーラーゼロと片後と選ぶところが2つになっています。これをどちらかを選んでですね。で、片後を、今まではリーラーゼロになってたはずなので、ここで片後を選択してから、エンジンを起動するを押します。これで、もし使えない場合は、 えっと、片語の起動に失敗しましたというメッセージが出ますので、それはまたリーラーゼロに戻す作業をしてください。えー、もし、これが起動できた場合は、えー、あなたはラッキーです。あの <laughs>、そのあなたはついています。片ゴを使うことができます。 これは、えー、基本的には GPU が付いているパソコンだけということで、えー、もし、ね、GPU がないパソコンの方は、あのー、基本的には諦めていただいて、でも,もし運が良ければ使えるということで、一度は試していただきたいと思います。 でここのところに GPU に依存です。起動失敗したらリーダー0に戻してくださいというメッセージがありますが、えー、初回にね、えー、起動するときには結構時間がかかります。これはあの、少し気長に待ってみて、これであの、ダメなときはあの起動に失敗しましたというメッセージが出ますし、このようにね、えー、しばらく待つと動くようになって、この目数が現れるわけですね。 それで、え、片語が優れているところは、この、目数差で形成を表示できることと、あとは、え、込みを6目半で形成判断してくれるということですね。例えばですね、え、ほとんどの AI は7目半、中国ルールでの形成判断しかできませんので、えっと、日本のね、タイトル戦、6目半で打ってる対局とかでも、7目半で形成判断されてしまっていて、実際の形成とは違ってずれてる、とことを加味して、まあ、僕らはいつもね、使っているわけなんですけども、 これが花からね、六目半で差を表示。 してくれたら形成判断を、ね、表示してくくれたらすすごく便利ですよねあとはですね片方自体がバージョンアップで良くなっていくこととあとはこのネット囲碁学園の方もですねこれからもあの徐々に、ね、良くしていきますので今のところはこの状態だということで今後また良くなってそのもっと多くのパソコンで使えるようになる可能性もありますし開発している法師匠さんもねあの日々このソフトに力を入れて良くしていくと思いますので、えー、ご期待ください。 私はとりあえずこの、このパソコンとですね、あとはもう一つ g f o c e 1080が2つ載っているパソコンというのを1つ持ってまして、そちらでもね、片方をしばらく使ってみたいと思っています。皆さんもね、ぜひあのネット英語学園ご活用ください。ということで、えー、今回はここまでで終わりにします。またよろしくお願いします。